です。若手くん、今日は車に乗ってるんですね。大体乗ってんの？大体乗ってへんやろ。たまにこうやって車から始まる時があるんですけど、今日はですね、ちょっとトンネルに行きたいなということで、今急遽トンネルに入ったんですけど、トンネルってやっぱなんかこう丸くなってて綺麗やなという話を昨日の夜してたんです。なので今日トンネル行こうかなと思ったけど、もう秋田に出ます。以上、ありがとうございました。寝とる？トンネルで本当に寝とるね。今日は何がしたいかというと、タイトルの通りノープランです。久々のノープラン、休日満喫ツアーミステリー。またミステリーツアー燃えて。何より俺らは今年の夏はコロナになったのでね、海に行けてないんですよ。水辺に行ってない。まずプールも海も川も滝もとは噴水も。噴水行くってね。噴水行くときない。明日噴水行くときないやろ。そんな感じディズニー行ったらええやん。パーディズニー行こうって言うやろ。ついでやんなもん。噴水のついでにディズニー乗り物乗ろうやん。行かへんぞ。でもね、いやサンマか。じゃみんな知らんと思うけど、京都は意外と海が多い。京都府な、京都府のあの上の方、海がめちゃくちゃ多いと噂を聞きました。誰から？菅官房長官からこの前 LINE が来ました。今官房長官やったらね沖縄に負けてないと。いや負けてるやろ。いやいいかな、分からん。それ確かめにやん。だって海に行って、今日はほんまにこの一日で夏すべてを取り戻そうと思ってるということで、トンネルに着きました。寸前のこと寸前っていうね。夏といえばスイカ。あスイカな。カブトムシがよく増やすな。かき氷この前食うたかな。わらび餅。わらび餅な。京都っぽいな。浮き輪。浮き輪な。浮き合わせた。水着も持ってきて。水着ぐらいなくても入れる。こんな浮き輪いないやろ浮かんねえよ。なんでやねん。クロールした時ケツ出てまうから。私は遠慮したくない。サンマか。とりあえずお腹すいたし腹ごしらえしよう。いやそうやね、めちゃくちゃいい飯やがったらそこに入って。めちゃくちゃいいってどうやってわかんの？いや佇まいやんか。見た目で決めるタイプな。店主の眉毛の感じとか太い方が、まあ、入るの分からへんよ。眉毛太ければ太い方がうまいからな。飯私飯屋やったらうまいよ俺みたいな薄い細眉毛がまずい俺はだから飯屋には向いてる。説得力ないよな寝る寸前のこと寸前天気もええし、車も空いてるし、マスクストラップもつけてるし、この3つ、この腕もネックも白透明も全部アイちゃんが作りましたんで、よかったらまた販売もありますんで、ペイペイフリマ見てください。ブラウンゴールドみたいな。このネック良くない？みんなどう？めっちゃ良くない？どんどん作っていこう思ってるらしいけど買いませんか。なんでみんなまたインスタにも上がるんで、またよかったらペイペイフリマで買ってください。ペイ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 ですね。エアプロハウス。あ、これお土産屋さんやん。ほんまや。これ何駅やん。宮津駅初めて来ました。京丹後の宮津駅。何電車かもわからん。 JR 天の橋立の近くでね。いただきます。ホルモン焼きかなって言ったやつやな。うん、うまっ。やわらかっ。うん、うまい。すいません、鶏皿ってもらえますか。うまい。はい、はい、ありがとうございます。はい、でかい。すげえ。めっちゃ柔らかそうな。うまい。ちょっと辛めやな。濃いな。うん。玉ねぎ。これ560円でやばない。はい、刺身定食お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい。刺身。これ何から食べよう。これにしよう。タイとハマチ。これハンパチ。めっちゃむずいな。似てんの。ハンパチとハンパチやってる。おいしい。うまっ。どこ食べれんの。全部食える。全部食えるけど全部こんなん。難しそう。でもバリうまい。これもらうわ。うん、おいしい。やばい。やわらかい。これ当たりやわ。おいしいおいしい。アラニ食べや。うん。こっちは何や。似てへん。全部ブギー。うん。
多分すぐそこの海で取れたの。うん、これ何？サザエ。ウニサザエ。サザエ、俺刺身がいっちゃ好きやわ。これ何の食べ方だもん。煮るとかバター焼きとか。つぼ焼きやろ。いっちゃんベタはつぼ焼きちゃう。梅汁思い出すな。うん、それはまあ普通にやったくる。普通や。でこのアラやからだな。めっちゃうまいよ。食べれんのか。無理、めちゃくちゃ食う。うまか、うまか。まだ並んでるわ。で、あともゾクゾクしてるの、私らの。夜まで流行ってんじゃん。ご飯もいない。ちょっとあげようか。いらんの。いいよいいよ。いや、それはご飯に合うわ。だってお刺身はご飯にあんまり合わない。ほんか。チョコめっちゃ美味しいから。うん、うわ、やろ。ブリブリちゃう。やらかい、やらかい。でもちゃんと食感やろ。うん、でかい、骨。え、背骨や。人間こんなでかい魚おる。これも食べていいよ。何パチ。ブリパチかな。これブリ。え、わかんない。うん、何かは全く分からない。ゴミやばい。大きい。出す。はい、ありがとうございます。エビ食べよう。エビでかい。でっか。店頭用。ごっつ、うまっ。プリプリ。めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。チクテン。うわ、磯辺揚げ、磯辺揚げ、うまい。熱いし、置いてこい。飯完食してもった。これ何でもある感じやな。刺身、天ぷら、煮物、焼き、全部いってるよ。うまいこと、ええ感じ。腹いっぱいなんじゃん。いっぱいなってきて、間に合う。わかる、ちょっとなってきた。天ぷらが予想外。勝手に1本やと思った。うん。エビ1本に、ちくわ1個やもん。エビ食ってええで。アラにおるし、飯なしアラにおるし。で、え、どんな人？どっち最後に食べるか悩む。何と何？カンパチ？ちょっとわからん。ハンマチ。ハンマチかな。か、カマチか。カマチでね。こっちから。これはタイやろ。はい。よし、最後にした。どっから食うか迷う、最後。グッデイ。どうした？この店、家の近くに欲しいです。はい、夜ご飯ここで食べる。なんで1日2回もなっだけど全然メニューが合いすぎてさ、今次は見つけてしか食べたい。なんで俺レベルアップしていくの。しっぽ食わんかい。しっぽってでかくなっちゃうの。誰がシップ食うか。そうやって腹100分目やねんけど。ここ俺の店もすごいね。ガレージぐらい持ってる。ないわけあるかい。おしぶりに入れていくらなんだ。1,500円とかやねん。なんか意味わからん。ご飯余りすぎてねん。えぇ、エビ一口もらえる。いや、人参もある。なんか人参天ぷらあるの。何でも天ぷらにしたら何でもあるの。アラニの天ぷら欲しい。アラニのアラ探しもうないか。お疲れ様でした。タヌキ。タヌキ最後にも。セアプロ。じゃあ腹ごしらえも終わったし、海でも入ろうか。もう海見えてるわ。すげえ。でもここなんかあれやな、湾やな。湾、港でやろ。湾ってね、湾やな。波えぐない。うん、ミヤズ。ミヤズ、ミヤズといえば、はい、猫。なんでやん、どこでも言うてねん。どこでも言うてない。沖縄行っても猫、家の前でも猫、全部猫。これ何なん、いくらなんやろ。ガソリン。ガソリン気になる。いや、場所でほら値段ちゃうやん。いや、田舎高い。だからよ、何歳やろ。何歳、地区何年ってこと。地区は、いや、地区はうまかったけど。エビ天、あんなでかいエビ天見たことないわ。エビでエビなんやな。エビでエビなん、エビ、エビでーい。167円。そんなんやの。特売日やった今日。へぇ、八百屋みたいに言うやん。田舎がちょうどいいわ。なんか今気分的に田舎な気分。やんでんの。都会にしんどいなってきた。ほんでほんで、ほんでほんで、ほんでさんまか。田舎雰囲気良くない。どう。自由ないらしいな。自由、愛ちゃん生きたいらしいわ。じゃあ生きたいってか見たいだけ。帰れ。地図図見たいだけ。それまた地元で見よう。地元、地元の自由行こう。ここも京都やし地元やけどな。うん、切る意味でな。てか急に日差しエグなってない。やばい、マジ日焼け止め忘れた。ほんまに終わってる。塗んの忘れた。そう、塗んの忘れた。パチンコあるで。行く行く行く。パチンコ Vlog やる。スロットにする。行く行く。で、海入れへんかったらパチンコして。行く行く。全部やる。全部の台やる。そんな無駄なやつおらん。まあ、けどジャグラーやったらいいんちゃう。パチンコで全部の台1回転だけ回すって無理やん。へそに入らへん。へそお腹。ジャガジャンガジャガジャンガジャガジャンガちゃうねん。待って、海の横通れんで。海の上走ってる感じの感覚なんじゃん。泡の橋立てなんじゃん。見えるかよ。目見えるやろ。 これ地図もう海やで。来た。雨だ。来た。ふふ。うわぁ、魚いっぱい。深そう。いっぱいいそう。トビウオめっちゃ飛んでるやん。トビウオめっちゃ飛んでるか。見えんの。タチウオ。タチウオ飛ばんて。なに。稲満開って書いてある。花満開みたいな。何、稲満開。花満開じゃない。パチンコの台。知らんねん。花満や。海入りて。お、パターゴルフしてる。いや、ゲートボールな。どうちゃうの。全然持ってるもんと球がちゃうかな。どうちゃうの。でかでかいやん、まず。ちぇ、パターゴルフはどんなの。
え、パターゴルフはゴルフのゴロ版やん。ほんまのゴルフの機材やろ。玉もゴルフやし。今なの、ゲートボール。おじいちゃんがやるやつ。オレンジのでっかいでかい玉やったよ。え、ゲートボールのルールはゴルフと全然ちゃうの。だってまだ穴に入れへんやろ。こういう穴に入れるじゃん。まあ、なんかそう、ゴルフポコンと入るやん。うん、むず。パターゴルフって何ほな。だからゴロで入れるやつや。そうなんや。多分な、俺やってへんし、わからん。何でもええわ。こっちがや。橋立中学校。天野つけろ、橋中。発注やな。天野はつかへんね。天野橋立中学校やったらなんか金めっちゃありそうやな。どういうなさそう。うん、なんか綺麗そう。ああ、綺麗そうは綺麗そう。ほなあれやんけ金。でも全校生徒少なそう。いや、それは田舎やし、みんなそれ。そうでもない。そう、田舎って知ってて言うてるやん。そんなにええの。すんぜんすんぜん。寝んな。お腹膨れて眠む。俺もパンパカパンのパンパカパンやん。だから一回泳ぎたいね。なんかなんなとあんな店ないよ。あるやんけ。青木もあんね。あー、青木こーじまえ。ファミマかわいい。え、ファミマこれ。ファミマこわか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 いや、ウエルシア、ウエルシアある。カウエルシアの看板。ウエルシアってほんまにウエルシアって書いてるけど、ウエルシアちゃうの。いや、なんか両方言っちゃう。どっち？え、だってあの感じ、でかい。うん。でもハッシュタグでウエルシアでも出てくるし、ウエルシアでも出てくる。どっちが多い？どっちが多いかも私も知らんけど、多分ウエルシアやと思ってない人はウエルシアでハッシュタグつけてはんやろな。てかあのアルファベット見たらウエルシアよ。まあな。どう見ても。はい。何が変や。あ、間違えた、ペイ。なんじゃこいつ。飛び込みましょうや。それはいいや。お菓子のお店は行く、後で帰る。うん、お菓子、なんか美味しそうなアンパン置いてあったで。見えた今の。あの距離で美味しそうなアンパン見えるやつ。見える見える見える。しや見えるしや。海鮮丼もう食えるか。食えるしや。いいよ、思った。言おうでしょ。言おう思ってって言うてるやん。言おう思ったし言うたんや。ちゃ、そっくりそのまま俺も返してあるわ。なんかうんこ踏みそうなとこに来たけど、うん、バッタでかっ。すげえ景色。日焼け対策しすぎちゃう。じゃあ今日の服お願いします。帽子、黒のエアリズムのやつ。運転するときにつけようと思ってたけど日焼け止め忘れたし急遽つけた。半ズボン、ザラのサンダル、土屋アナの靴下。トータル45歳です。なんで年やねん。 GU のカーディガン、ギャップの T シャツ。ベストな。ベスト GU。 おそろの手間。トータル102歳。イエイ。なんで俺が今こんなに汗かいてるでしょうか。うんこしたらトイレの便器がケツ熱すぎて汗から顔が止まらなくなったっていう話。階段で行くで。はい。やばい、なんか昨日で筋肉痛や。俺は全然喉以外大丈夫。綺麗やな森。草が綺麗やな。呼ばへんねん。ねえねえ。誰？おいおい。人いっぱいいる。漁港やないかい。え、なんかみんな座ってる。え、すげえ。なんか船。なんかの船。すげえ。え？まあまあ深いし。むちゃくちゃ並んでおります。怖っ。すげえ。やばい。持った。え、怖っ。こわっ。すげえ。はい、タルはすでに横は向けに持ってないとね。はい、